バツイチで結婚したんですけど、嫁とかけないビッグマネタリーが強かった泣きながら、いっぱいあるのが、体を打ち付けの仕事は、こんな生があんたをすることで、号泣してしまって、ちゃんとやらなあかんねやっていう。たけれたけれたけれ、心は殺すことある。気まぐれのさよならをいつでもなかったことにできるよ。生きてさえいればいい。自殺すいません。あ、ちょっと縄
これ借りてもよかったします。オッケーです、はい、オッケーです、ありがとうございました。あれ大場さん、あれ歌のブロック今のタイミング的には どうした、大丈夫ですか。大丈夫かな。どうでした、演奏してみて。今日は演奏してみて、なんか誰に向かってじゃなくてこの辺を見てとかだったので、はい、新宿に歌ってるみたいな気持ち。あ、じゃあみんな集まってきてください。はい、なんか面白いね。あ、でもね、ここをちょっとね、エモい仕上げにするようにちょっとね、いろいろね考えてるので、ミュージックビデオはどんどん、いや初めてです、こんなミュージックビデオなんか初めてですし、はい、なんかこんなキテレツな仕事初めてですよ。ね、最終的に縛られてるって言われてるし、これでちゃんと道路許可取ってるとか逆に面白いというか、取ってんねや。撮ってる、撮ってへん感じのものだけど、いや撮ってる撮ってる、だって最終的にショッピカーやったら面白いなって俺ずっと思ってて、そのままショッピカーからどうなんねやろって思って歌ってる横で、これどうなんねやろってあれって思って、なかなか久しぶりやなもんこの年になってこんな仕事も。最後一応集合写真撮ってもいいですか。あ、いいですよいいですよ。皆さんまた来年、再来年もどっかで出会ったら外録ですって言ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。